こんにちは、すみやです。ついにトランプ関税がスマート望遠鏡にまで影響を与えてきましたね。昨日ドワーフラボからメールが届きました。ちょっと読んでみましょうか。関税の影響が出る前にドワーフ3を確保しましょうというタイトルでした。中身を見るとね、読んでいきますと、ドワーフ3の価格に関する重要な更新とあります。近年の国際関税政策の変更により、ドワーフラボを含む天文機器メーカーは新たな課題に直面しています。多くの企業がすでに価格調整を行っていますが、コミュニティの皆様には改めてお知らせします。ここから具体的な中身ですね。4月までの現在の価格を維持します。要するに4月中に買ってくださいということですね。将来の物価安定は保証されない。将来いくらになるか分かりませんよということですかね。599ドルで購入できる最後のチャンスかもしれません。これはね、米ドルで書かれているので、基本的にアメリカ国内でドワーフ3を買おうとする人に対するメッセージになっているような気がしますね。ドワーフラボは宇宙探査に NASA 規模の予算は必要ないと常に信じてきました。私たちの使命は変わりません。それはプロ品質の天体写真を提供することです。真のポータブル、観測上どこにでも持ち運べます。非常に直感的、セットアップから最初の点灯まで数時間ではなく数分で完了します。本当にお手頃な価格、プレミアム価格なしのプレミアム光学機器。まあ、ここはね、ドワーフ3の宣伝文句ですね。その後が大事ですよ。現時点では追加コストを吸収していますが、貿易環境の変化により今後数ヶ月で対応を迫られる可能性があります。今日の価格が明日の価格と一致するとは断言できません。値上げが必至だということですね。今すぐドワーフ3を確保するにはここをクリックしてください。もうね、早めに買ってくださいっていうことですね。今予約注文して販売が完了すれば関税はかからないということなんでしょうかね。はい、トランプ関税、すごい影響力ですね。次の言葉が非常に面白いですね。星は何十億年もそこに存在してきましたが、この価格はそうではありません。今の販売価格はね、何十億年も同じではありませんよということですね。星の寿命よりは短いですよということですね。晴れた空と息を飲むような景色を願って、ドワーフラボチームと書いてありました。まあ日本ではね、中国に対して100何十%などというね、交換税はかけないので影響は小さいと思いますが、やはり世界最大のアメリカ国内での市場がどうなるのかということでね、ドワーフラボも心配しているというか、これは困りましたねということで、天文愛好家の皆さんにもね、トランプ関税なんとかしてくださいというメッセージなのかもしれませんね。ただね、日本にいるとアメリカの出荷が減るっていうことは、逆に言うとね、日本での出荷が早くなるという期待感もひょっとしたらあるかもしれませんが、もう少し深読みすると、今のうちにドワーフ3をね、関税が上がる前に買っておこうという人が爆発的にアメリカで増えたら、日本に出荷される数が激減してね、余計に手に入りにくくなるという危険もあるような感じがしますね。注文した順序で出荷されるとは思いますが、関税が上がる前にアメリカだけ優先してね、出荷するということも考えられなくはないので、どうなるのかが非常に心配ですよね。はい。スマート望遠鏡だけではなくて、天体望遠鏡のほとんどは中国で作られてますから、スカイウォッチャーも
ZWO もドワーフラボもアスカーもその他ほとんどのメーカーがね、中国で天体望遠鏡を作っているわけですから、メイドイン USA の名前がつけば関税がかからない可能性はあるんでしょうけれども、部品とかね、それから完成品を逆輸入した時に関税がかかるっていうことも考えられるので、トランプ関税どうなるかがスマート望遠鏡の世界にもね、すごい影響力を与えているような感じがします。スマートフォンとかパソコンはね、除外するんだという話も出てきていますが、それもね、新たなトランプ関税が用意されているようですから、必ずしもね、全額免除されるわけでもなさそうですし、スマート望遠鏡はスマートフォンとは違うので、関税のね、除外項目に今のところ入ってないような気がしますよね。スマート望遠鏡も単純な天体望遠鏡と違ってデジタル機器だというふうに範疇が広がれば、100%何という関税を逃れることはひょっとしたらできるかもしれませんが、今やトランプ関税が天体望遠鏡ユーザーにも大きな影響を与えるような事態になっているということ自体がね、異常ですよね。まあもちろん日本では円安の影響でね、割高になっていたんですが、トランプ関税でアメリカ合衆国にお住まいの方の負担が増えて、出荷台数もひょっとしたら減るかもしれないという事態になってますね。トランプ関税で出荷台数が減れば、生産を少し調整したりしてさらに出荷が遅れたりとか、あるいは一つ一つのスマート望遠鏡の値段が高騰していくという心配もありますね。経営を維持するためにメーカーサイドも価格を今までの通り維持できないということになって、値上げにつながるかもしれませんので、アメリカ国内だけではなくて日本国内でもね、そういう心配が出てきますね。で、一番大きな影響を受けるのがまだ出荷されていないですね、シースター S30 プロですね。予約が6月ぐらいに始まるということなんですが、まあ6月にはね、もう交換税を避けようがないので、シースター S30 プロはアメリカ合衆国の国内で手に入れる人はひょっとしたらいなくなるかもしれませんね。そうするとね、価格設定をどうするのかということで大きな課題にもなるかもしれません。まあアメリカ国内で天体観測人口が減るっていう危険性もあるかもしれませんね。世界のね、市場の何割かを担っているアメリカ市場が縮小することは、天体望遠鏡メーカーの死活問題にも関わるかもしれませんね。まあ、もちろん日本製品の売れ行きがひょっとしたら伸びて、ビクセンだとか、日本の天体望遠鏡メーカーがスマート望遠鏡の製造に乗り出す、ひょっとしたらチャンスだと思っているかもしれませんが、今のところそのようなアナウンスはないので、日本製のスマート望遠鏡がすぐに出てくることもちょっと期待できないので、まあ、トランプ関税の混乱が何年続くかわかりませんが、この状態が続くとしたら、まあ大変なことになりますね。このトランプ関税で天文業界がどうなるのかということについて皆さんはどうお考えでしょうか。コメントいただければと思います。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。